ポーンって中段ついてパッと切ります。追っかけてきました。そっから追っかけてきて入ってくるんやから、はい、さっきあった後ろの足を寄せずにその場で中段つけば届くやん。カウンターの中段、中段ポーンって来たところポーンってもう一回つけるよ。いいかな。はい、はい、パーンっていう練習したやろ最初。はい、この一個前に。でも相手がついてくるってなったらみんなもう切る前にもうバックしようとしてるから、まあ、なんか次が中途半端やしバックもできて全部中途半端。一回しけぼんスパーンと突き切るからこの前に行った勢いでグッと戻ってこれるんやろ。だからそれが速いスピードにつながっていく。それと後ろがパーン、グッパーン、グッパーンっていうこの使い方やったよな。それもこう、まあ、パーンついたりバックステップした来た時のグッとつながってない。わかる？はい、はい、パーンってついた来たのにもうその場でその場でこうなってるみたいな。これじゃ意味ないな。こうやってパーンって入ってこっからパーンってまたグッパーンって入れるように意識できるかな。ちっちゃい子は難しいかもしれんけど高校生バックしたあとのコースここグッパーンってこの中段がつけるようになったらポイントも取れる。いいかな。はい、はい、一回休憩します。ありがとうございました。ありがとうございました。